はい、どうも、こんにちは。ガロンです。8月のシンデレラ9やっていきましょう。ということで、今日はですね、こちら、極限の方の月の陣、月の特攻ですね。はい。の、極限が来ていると。で、まだ風の極限が来ているのに、次の極限が来るっていうのが、ちょっとね、不意つかれた感じがあるんですけど、まあ、そちらの方をやっていって、で、ステージ50に、まあ、到達したということで、まあ、すいません、やっていくんですけど、まあ、メンツがですね、まあね、フェス限ね、また、ひまわりをね、取得したということで、で、やっていくんですけど、まあ、オーダー見てみましょう。で、こちらのよ、4番の、近藤ちゃんの、ひまわりスキルをね、まあ、取得したということで、それでやっているのと、あとね、月属性はね、こちらの、フェス限の、まあ、有原ちゃん、翼ちゃんですね。は、もね、持っているんで、こちらの方もね、組み込んでやっております。で、こちらは、まだね、ひまわりは取ってないんですけど、まあ、近藤ちゃんがね、まあ、一人取っておけば、まあ、十分だろうということで、はい。まあ、こっちはまだね、まあ、いずれは取りますけど、まあ、まだ取っていないというような感じ。でね、まあ、メンツは一応こういう感じでやってるんですけど、僕ね、前回その月のその極限、まあ、クリアはしたんですけど、メンツがひどいんですよ。このメンツでやってたんですよ。前回ね、はい。でね、まあ、イベントさんやら SR さんが、1,2,3,4,5 人もいるという。で、まあ、中継ぎ抑えも入れるともっと多いんですけど、まあね、ファーストの、こっちの、まあ、翼ちゃんに関しては、まあ、ひまわり取ってますし、全然強いんで、まあ、いいんですけど、他の、このセンターの竹富ちゃんだとか、もう、これで、サードの、しのぐもちゃんに限っては、これですからね、イベントさんですからね。まあね、見た目はいいんですけど、まあ、実力というか、まあ、強さ的には、まあ、イベントさんで、まあ、スキルも、ピンクスキルもね、星1のやつが2つ取れるぐらいっていう感じのやつで、そんなにね、戦力としては、そんななんですけど、まあ、これでやってました。で、これからの、今日の、月属性、これなんで、まあ、大幅にね、ちょっと強化されたということで、で、まあね、50戦目まで、まあ一応ね、まあ前回よりは楽々いけた感じなんですけど、まあちょっとね、それ以外の、まあ調子であったりとか、まあちょっと、まあこの新パックの友達とかもまだひまわり取ってない状態なんで、まあちょいちょい危ないシーンが、危ない場面があったりとかして、で、まあ2、3回ぐらい負けたかな。はい。で、引き分けが3、4回ぐらいあった気がします。はい。でね、今日はこれ終わった後に最後、全国大会のね、僕の結果、まあ終わったということでね、全国大会の僕の結果をね、ちょっとお見せして、で、そこら辺のことに関してね、ちょっとお話ししていこうかなと思いますんで、最後までお付き合いください。はい。じゃあね、1戦目行きましょう。で、ちょいちょい危なかったんですよね、節目のやつ。で、30戦目の時やらかして引き分けになっちゃったんですよ。はい、じゃあ、選手に任せるでやって、おお、1対1。選手に任せるでやってるんですけど、まあ、めんどくさいんでね。ちょっとやばいっすね。やっぱ50戦目だと違いますね、これ。2対6。はい、幸先は悪いっすよ。はい。で、2戦目行きましょう。はい。2戦目。まあね、前回のあれはね、もう結構試行回数重ねたんで、まあ、今回はそういうまし、お、ホームラン。ナイスですね。いいっすね。4回にホームラン。誰が打ったのか、ちょっと後で見てみましょう。お、5-0 で、お、いいですね。勝ちましたね。2戦目は勝った。で、次勝てば終わりですね。今まで動画に極限してますけど、次で勝てば、最短でクリアできると。ホームランを泉田パイセンと、SR さんのつくもパイセンですね。はいはいはい。いいですね。で、次ですね。はい。次で3戦目で勝てば、これで極限制覇というような感じになりますね。はい。で、今までね、花、超属性とね、風属性を動画にしてきて、で、今回月属性ということなんですけども、まあ、次で花属性ということで、次でね、花属性のやつで、1対1、取れない、
惜しい。いやちょっと頑張ろうぜそこはい、4戦目まで行っちゃいましたね。まあ最短クリアはならずという感じで、で今までねだいたい7戦ぐらいやればねそれまでに勝ってたんですけど、でそう次のね花属性特攻のね極限で全部の動画をね極限の動画、出し終わると。で花属性の方は竹富ちゃん持ってるんで、でまあそちらの方をその動画ね出せれば、うん、あ動画出せればじゃない、は何の話だひまわり、そうひまわりを撮ったんですよ、竹富ちゃんのフェイス源ね。でそれ撮ったんで、まあそれでねまたやって、でまあ勝てるかっていう感じで、どんぐらいで勝てるかっていうのをね見ていこうかなと思います。はい、でなんだかんだ今さっき勝ったんで、これで勝っては終わりかな、5戦目ぐらいこれ、4、2、よし OK、 はい終わりですね。で何戦目だろう、1、2、1戦目負けて2回戦目勝って3回戦目負けて4回戦目勝って5回戦目ですね、これ多分そうはい、5回戦目で勝ちましたね。いずれもまあ今までよりかは早いかなというような感じで終わりましたね。はい、で極限を制覇したというような感じ。はい、ありがとうございます。はい、でね全国大会の方ね昨日終わったわけなんですけども、まあ僕の結果をちょっと見ていきましょう。はい、ホーム、まあ一応ねちょいちょいやってたんで、で静岡県の方でエントリーをしておりました。はい、で試合でいいのかな、これ試合で見れるのかな。はい、全国大会こちらですね、結果を見る、名門校クラスで終わりました。でね成績確認ランキングで、静岡県大会の8位、まあベスト8に入ったという感じで、まあ僕はねそんな強くないんでね、はい、まあ地区、まあ都道府県ランキングでまあ50位以内入ればいいんじゃねえかなって思ったんですけど、まあまさかのまあ大健闘だと思います個人的には。まあ10位以内に入れればねまあいいんじゃないかということで、で地区ランキングがまあちょうど50位はい、でまあね、まあ名門校クラスに行ったのがラストの日だったんですね、昨日だったんですよ。でまあそんなにねものすごいやったっていうわけでも多分なく、まあとりあえずこのぐらいまでは行ったよというような感じ。はい、でまあね全国ランキングの方はねちょっとまだまだっていう感じなんで、まあまだまだねちょっと成長していかないと無理かなというような感じ。まあね初めてのねまあイベントっていうか、そういうランキング、まあランクマとはねまた違う感じのまあイベントにはなりましたけど、僕ねランクマってそのポイントがその取らなきゃいけないポイントのボーダーラインみたいなのがどん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 上がっていくじゃないですか。なのでその結局評価ポイントが一定のところまで取らないと勝ってもポイントになんないみたいな感じのがあって、もう、ね、勝っても恩恵がないことがあるんですよね。でこれに関しては勝てばちゃんとポイントが入るっていう、まあ、のがあって、まあちゃんと恩恵があるなというような風に感じました。でまあもしもまあもちろんね負ければポイントも下がっちゃうっていうデメリットもあるんですけど、これだもんでね、そういう兼ね合いもあって僕ちょっとちぎって最後ら辺勝負いけなかったんですよね。ポイント減っちゃうんで、もう名門校クラスとかになるともう30確か獲得ポイントが30ポイントで、で負けてもポイントが30ポイント減っちゃうっていう、ちょっとねリスクもね大きくなってくるんですよね。はい、でまあ部費の消費がすげえと対戦相手とかちょっとね勝てそうにない相手はねどんどん選んでいったんで、はい、もう最後の人がね、はい、まあそんな感じでね、まあランクマよりかはもうちょっと強くなるっていう前提であれば、今後僕がね強くなるっていう前提であれば、僕は全国大会の方がまあ微妙に好きかなというような感じはします。はい、まあみんなねそのこういう新しいイベントとかっていうのはまあ賛否両論あるんですけど、まあ運営さんもね僕らがねこうちょっとでもね楽しめる
ようにあのっていうね願いからね、そういうのもこういうねイベントを作ってくれたりもね、まあ、しますんで、まああのあまりねこのどうこう言うのもね、まあ良くないのかなとは僕は思いますけど、はい、まあ人それぞれなんでね、まあ何にも言わないですけど僕は、はい、ということでね、まあ全国大会は僕は、まあ都道府県静岡県の中では8位と、で地区ではまあ50位、まあ東海大会ですね、はい。で50位というような感じで終わりました。はい。でまあ皆さんもね、まあもし次以降ね頑張るよっていう方もいらっしゃると思いますけど、まああの無理せずにね、こういうランキングね無理せずにねやって、まあ楽しくできればいいんじゃないかなと思います。はい。それでは今日は極限の、月特攻の極限、ステージ50挑戦してみたというのと、あと全国大会のランキングの、発表およびその感想を述べてみたでした。バイバイ。